とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー5周やっていきます。撮影してるのは土曜日なんですけども、投稿はおそらく火曜日だよね、これ。今、火曜日だと思います。あと数時間で、タワーシーズン4、おしまいだね。シーズン5が始まります。その時、生放送、攻略やっていきますので、チェックをよろしくお願いします。では、最後の5周、やっていきます。まあ、実際のところ、今日土曜日なんで、日月と、もう少し回ると思うんだけども、放送するのは、投稿するのはこれが、最後だね。張り切って、いいのを出してもらいましょう。ちなみに、今、夕方の6時です。ちょうどね、いいのが出る時間帯だと思うよ。いつもね、だいたい夕方とかがね、多いんだよね。朝昼はそんなに出が悪いんだけど、夕方から夜にかけてが、今のところね、いいものが出る。ということで、行きましょう !5 周だよ、5周。本当にね、シーズン4は良かった。幸先悪い。めちゃくちゃ幸先悪いよ。ノーマルノーマルでしょ？なんだこれ。しかも、クールダウンついてない。いやーなんか、先が思いやられる感じになっちゃったな。まあいいや、とりあえず、これを打っときます。残り4周、行きましょう。2周目、到着でーす。行っちゃいましょう。行くぞー。どうでしょうか。よし、お願いします。2周目の報酬は何だろうか。さっきのひどかったもんな。お、殴ったよ。いい感じか。あー、はい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 。今ね、ピンクスコーンドレルも狙ってるんだよね。まあ、なぜかっていうのは、ちょっと前の、2日前ぐらいの動画を見てもらったらわかると思うんだけども、ダイナモのね、威力よ。まあ、これはちょっと、ロールチャージぐらいしかいいのがついてないけども、ほんと最強を狙うなら、ピンクスコーンドレルだな。まあ、難しいけどね。難しい。ものすごい難しいけど。でも、4つ揃えばマジで最強になるからな。んで、この辺りはいらないね。ああ、でもこれ旋風ついてるけど、ああ、エンチャントが良くないな。ちょっといまいちですね。ピンクスコーンドレル。これ、もらって売っときましょうか。3周目、行こう。3周目到着でーす。行ってみましょう。ちょっと1周目はひどかったけども、2周目ちょっと近づいてきてるよ。ピンクスコーンドレル、あれも最悪ピンクスコーンドレルじゃなくてもいいもんね。トリック棒でもか。多段ヒットするっていうだけだから、ピンクスコーンドレルは多段ヒットして、あれか、激怒がつくのか。あのダイナモには多段ヒットの能力がね、消されてるんで、別にトリック棒でも OK なんだよな。でも見た目がな、ピンクスコーンドレルの方がかっこいいんだよね。まあいいや、3周目何が出るでしょうか。しょっぱいな。まずノーマルはいらないよね。ファイアブランド、いりません。なんかね、こういう昔からある装備が、なんか覚醒したりとかしないかね。ちょっと使い道が今のところ少ないと思うんだ。トゥルースシーカーか。いらないな。重力衝撃波、あ、いやー、合わない。衝撃波、真ん中良くないな。いらないわ。まあまあ、グレイモアにしてから売りましょうか。
3週目までダメだな。じゃあ4週目頑張りましょう。4週目行ってみましょう。これでね、シーズン4がもう終わると思うとなかなか悲しいね。シーズン4はもう回った。コメントで何週ぐらい回ったんですかって聞かれたけど、おそらくシーズン4は200以上、230回回ってる。で、今までと合わせると多分ね、タワー俺400回ぐらいはもう行ってるもんね。まあそんだけで行けばそこそこ出ますよ。まあそこそこって言っても10個あるかないかぐらいじゃないですか、いい装備って。まあそんなもんよ。とりあえず4周目の報酬見てみましょう。どうだ、うわ、しょぼい、しょぼすぎる、マジか、しょぼすぎるって。いや、ひどい、ひどい。いやー、なんか次もなんか出ない気がしてきたな。まあまあ、とりあえずこれにして売りましょうか。ではラスト、いくぞ。それではラスト5周目行ってみましょう。もう慣れたな。ある程度のことがない限りゲームオーバーにはなりません、シーズン4は。まあ実際2、3回ね、2、3回というかやられることはあるよ。3回やられているうちの2回やられるとかはまあたまーにあるけどね、気を抜いた時とか。基本的にはもう余裕だったわ。ラスト、なんだ、何が出てくれるんかい。どうだ。まあ覆われた怒りか、ありだね、ありだね。もう1個持ってるけど、もう持ってるけども、まあよかったら配ればいいじゃない。まあ、登山いらないね。蝶のクロスボウ。おお、ダイナもついてる。あー、でも、貫通がないからダメだね。では、最後、報酬見てみましょう。覆われた怒り、黄金じゃないのか。で、回復もついてない。入れるならこれなんだろう、これ難しいなぁ。まあ一番右はガードストライクでいいと思う。ガードストライクでしょ。で、真ん中が、まあ虚無合うね。虚無も合うし、痛み好きな人もおるかもしれんね。まあまあ基本は虚無の方がマシかな。ガードストライク、虚無、雷合わんなぁ。ならもう爆発だね。いやー、なんかちょっと微妙な感じだけども、とりあえず、これにしときます。はい、ということで、シーズン4ラスト5週でしたね。まあ、実際のところは、まだ土曜日なので、日月火と回ることができます。そこでもなんかね、いいの出したいっすね。で、今、火曜日の16時だと思います。17時に、アップデートが来て、シーズン5に変わります。19時ですね。火曜日19時から生放送で攻略していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。